これが犯人の血で、20年の時にここから今でも DNA 取れるかっつって削って持ってって新宿の民間の鑑定。妻を殺され22年、血だらけの部屋を借り続ける夫。まあ許してちょうだいっていうのは息子に報告したけどね、何を目標に就活してたんだろうと思いはあるけどね。息子を殺され24年、未解決のまま捜査終結を望んだ父。事件解決への希望が見えないまま20年が過ぎた時、あなたは犯人を探し続けますか。この先はもう本当分かんないです。高場悟さん。これがナミコが生前使ってたキーホルダーと鍵ですね。まあ、この辺に血しぶきがあって、まあ、廊下の辺はこの辺は当然血があったんですけど、ナミコ自体はここからうつ伏せに、顔を右の方ですね、見ながら見ながらこうこのままバシャンと倒れたみたいで、こうかけてた眼鏡がこんな感じで、で額のここにコブができてましたから、まあ、そのままこう倒れたと思います。要は首を切られて。22年前妻の奈美子さんを失いました。まあ年は11歳離れてましたけど、まあどっちかというと僕より古臭い考え方でしたんで、はい、まああまりその年の差は感じなくて、あんなできた嫁はいないっていうぐらい。結婚して2年後には長男浩平君を出産。最後の思い出は浩平くんが2歳の時に3人で行ったディズニーランド。子供がこう自分で歩けるようになったらディズニーランド連れて行ってあげたいなっていうことを前々から言ってて、ね、人生で一番幸せな頃かもしれないって自分で言ってましたからね。この1ヶ月後、1999年11月13日突然侵入してきた何者かに刃物で刺され亡くなりました。この胸の下にはね、すっごい血が出てたんで、まあこんだけ血が出たら死ぬだろうなというふうになんか妙に冷静に見ましたけどね。だけどまあ頭の中では奈美子には申し訳ないけど、浩平と二人でこれからどうやって生活していくんだっていうことばっかり思ってましたんで、と奈美子には悪いことしたなと思いますけど。当時2歳だった浩平君、目の前で母親を殺されました。その時びっくりして声が出なかったのか、発見された時はもう手元のおもちゃで遊んでたみたいな。突然壊された幸せな家庭。じゃあカーテン開けますね。事件後、浩平君と引っ越した高場さん、ある決断を下しました。1999年のカレンダー、奈美子さんが使っていたコップ、
22年前のまま時が止まった部屋。高葉さんは誰も住まなくなったこの部屋を借り続けています。取ってもらってもいいですけど、これが22年分のポストに入ったチラシです。まあ、最初のうちは固めて持って帰って捨てたりはしてた。もうめんどくさくなって、もうだんだん。22年間で払った家賃の総額は2000万円以上。一体なぜ借り続けるのか。なんか当日のトラブルなのか、もう長い間の積年の恨みなのか、それもわからないので。全部こう自分の中で消化、決着がつかない時間、消化できないので、実物があった方が正確に供述を引き出すことができるんじゃないかなと。取調室の平面の間取り図ではなかなかよくわからないんじゃないかなとか、ここへ連れてこれば多少犯人も反省するでしょうから。現場を保存し、事件解決へ少しでも希望をつなぎたい。今も高葉さんは22年前と変わらぬ思いを抱き続けています。目撃証言をもとに愛知県警が発表した犯人像は、当時40代から50代の女。これが犯人の血で、奈美子さんを襲った際、自らも手に怪我をした犯人。玄関には今もその血痕が鮮明に残っています。これが犯人の靴跡ですね。結構あっちこっち向きでやってますか。結構逃げるのに焦ってたと思いますよ。落ち着かなくて。高葉さんは犯人が逃げたとみられる経路を案内してくれました。そこの階段からずっとですね、血がポツッポツッと、まあ小さな血の一滴一滴なんですけど、ずっとこの辺までついてまして。高葉さんの家からずっと続いていた血痕。犯人はおよそ300メートル北の公園へ逃走していました。この寺で手を洗った、要は怪我をしている手を洗ったということで、それがここの手洗い場ですね。この公園で血を洗い流したと見られています。血痕はここから少し先の道路で消えていました。犯人も逃げるときどんな気持ちで逃げたんだろうと思いますけどね。それだけ怪我して逃げて、まあ一刻も早く、まあ、自首してほしいなと思いますよね。ただまあ22年自首しないんだから、もう自首する気はないというふうに判断せざるを得ないと思うんですけど、まあそれはそれだったら、まあこちらとしてはね、まあ、DNA をもっと捜査に活用できるように法整備してもらうとか、まあ犯人には申し訳ないけど枕を高くして寝られる日がないよというようなことで活動はしていきたいとは思いますけども。現在高葉さんは殺人事件の被害者遺族の会空の会の代表幹事に就任。全国の未解決事件の遺族たちを支えながら、亡き妻の事件の真相を追い求めています。1996年4月11日深夜。
JR 池袋駅のホームで、ある立教大生が何者かに殴られ、頭を強く打って死亡しました。犯人逮捕へ、かけられた懸賞金は1000万円。用意されるの大変だったんじゃないですか。まあ、しょうがない、別にね、うち一件打っても取ってもらえないからさ。懸賞金をかけたのは、大学生の父親、小林国三郎さん。ここ行くな、青いの。思い出の写真を見せてくれました。まあ、もうちょっと息子が助けを求めればね、あるいは助かったからっていうね。当時立教大学の4年生だった息子の悟さん、電話あって喜ばいね。それで警察から行きましょうですって、今喧嘩して病院に運ばれて今診察受けてますから、まあ大丈夫ですけど、念のためにお父さんお母さんちょっとおいでいただけませんかって。すぐに病院に駆けつけ根津の看病を続けましたが、5日後息子は帰らぬ人となりました。看病しながらね、苦しい思いしてね、もうその時は涙が止まらなかったよ。事件の真相を突き止めたい、小林さんは街頭に立ち情報提供を呼びかけます。しかし事件は未解決のまま24年。小林さんはある決断を警視庁に伝えました。2020年12月11日、容疑者不詳のまま書類送検、事実上の捜査の打ち切り、事件に一つの区切りがつけられた形です。うちの事件だけじゃないからね、警察の処分を増やすだけで、じゃあ永久に捜査ができるかって言ったらそれはできないよね。もっと捕まる可能性あるものをもっと人を踊りにして減ってくれよっていうね。書類送検を受けて警視庁に保管されていた悟さんの遺品が返ってきました。当日着ていたコートや靴、就職活動に使っていた本、24年前の息子の姿がよみがえります。ズボンもね、この分厚いのよね、当時こんなの流したんだね、太くてね、結構まあ暖かいズボンだよ。就活のねガイダンスの説明会行ったその会に因縁つけられて命失ったから、もっと早く帰ってくれば遭遇しなかったかもしれないけどね。まあ遺品はどっちが早く亡くなった方に棺に入れてね、一緒に弔ってあげようって今日荷物話したけどね。まあ、命を助けられなかった親としてね、まあお詫びしながらね、まあ許してちょうだいっていうので息子に報告したけどね。もし大切な人の命が突然奪われたら、もし20年経っても犯人が捕まらなかったら、あなたならどうしますか？